日米の貿易交渉ですが、4月に始まって、非常に早いスピードで決着ということになったんですが、これ、日米が急いだ背景には、どんなことがあるんでしょうか、はい、えー、昨日の首脳会談後、えー、交渉が合意に至ったとの情報とともに、えー、また2人が会談するような映像が入ってきました、あ、えと、ー、で聞くと、いい話なので、えー、記者発表したいと。 アメリカ側から申し入れがあり急なことだったので我々日本メディアがいない中での発表となったのですまた政府高官もいいところまで交渉が進むと思っていたが正直発表まで行けると思っていなかったと漏らすなど異例の早期決着でしたその背景にはトランプ大統領が中国と大統領選挙を意識し交渉を急いだということがあります 中国と貿易戦争を繰り広げているトランプ大統領としては日本ともことを構える二正面作戦は避けたいという判断ですさらに来年の大統領選挙に向けて結果が欲しかったということがありますトランプ大統領としては全く予定していなかった記者発表しまた直後にはツイッターに上げるなど選挙に向けてアピールしたい交渉合意だったのです はいありがとうございました、えー、スタジオには藤川美奈代経済部長です藤川さんこのトランプ大統領が8月にいいことがあるって言ってたのは<え>まさにこのことなわけですねそうですねということですね、はい、でいいことがあるのはどちらかというとアメリカがウィン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 ぐらいの感じで日本は ちょっとウィンぐらいの感じがすごくするんですが、これはの、結局アメリカが得しているように見えるんですから、うでそすね日本が勝ち取ったものというのはないわけですね、うん、でただ日本になんとなくその安堵感が広がっているというのは、その今回、最悪の事態が避けられたということだと思います。というのはです、ね、今の,その8月に良い発表ができるだろうとトランプ大統領が言ったときの日本の国内の空気なんですけれども、うんまあ、特に農業関係者からは、非常に に不安の声が上がっていましてその tpp を超える情報をさせられるんじゃないかと例えば牛肉でアメリカ産牛肉を輸入するために特別な枠を作ってくれとか、うん、何か無理難題を押し付けられるんじゃないかという警戒感が広がっていました、はい、それがですね結果を見てみるとまあ tpp と同じ水準ということで、えー、牛肉に関しても豚肉に関してもまあ 大きく譲らされることはなかったということで、うん、ほっと一安心というところなんですただですね、えー、全体で見てみると日本が求めていたこの自動車の鉄砲、えー 関税の撤廃ということは今回、見送りになっていますので、はい、これに関しては抜点と見送りだけじゃなくて、はい、そうです、ね、今後、ちゃんと交渉が続けられるのかどうかその貿易というのはやっぱり包括的にこうパッケージで交渉していくからこそいろいろ交渉のカードがあるんですが今回、も農産品の方はですねある程度合意の見通しが立っているということで、はい、日本が交渉のカードが今後あるのかどうかということですね。うん そのまあ、こちらの工業製品についてはまあ一応、るということではあるんですがそのアメリカがトランプ大統領がです、ね、交渉が思いどおりにいかなかった場合に自動車について。 追加の関税をかかけててくくるんじゃないかなまた持ち出しそうですねそういったことに対する懸念というのは当面はないというふうに言っていますが今後、本当にないのかという確約は取れていませんので日本としてはその不安材料を抱えたままということになりますなるほどもうすでにあの大手自動車メーカーからはですねその将来が見通せない中でどういうふうにビジネスをしていったらいいのか不安だというような声も出てきています。なるほど